YouTube をご覧の皆さん、こんにちは、黒田ありさです。今回も星の数ほどある YouTube 動画の中からこちらを選んで見ていただき本当にありがとうございます。今回は、先日開催されたサラフェス、宇宙好きの方々が集まるイベントなのですが、そちらにお邪魔した様子をご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。サラフェスにやってきました。宇宙に関するいろんなグッズがこちらで売られていたり、天体観測を夜には楽しめたりするんですよね。ということで楽しんでいきたいと思います。お客さんの層としては若い 20〜30代の女性が多いような気がしますね。みんな宇宙が好きなんですね。アクセサリーがあります。今回は YouTube の時につけるようなアクセサリーとか、あとお部屋に飾るこうなんかこう宇宙を思わせるものを買いたいなって思ってます。こんにちは。こちら作られたんですか？はい。すごい。作家さんでいらっしゃるんですか？そうですね、一応クリエイターでやらせてもらってます。へー、すごい目についたのがこの懐中時計。あ、マスクもあるんですね。なんかこうちょっとワンポイントでシンプルなのが可愛いですね。へー、ブローチとか。宇宙がお好きなんですか？宇宙大好きです。こちらもアクセサリー屋さんですね。イヤリングとかピアスとか。ブレスレットが可愛いと思ったので、このブレスレットとかも作ってます。あ、本当だ、可愛い。大人気なのはこの星月夜の耳飾りが人気。はい、青と白が今回多かったかなと。あ、確かに白も可愛いですね。これから冬とかは結構なんですか、黒いお洋服とか着ると思うんですけど、それに白は映えるかなっていうので。もう本当だ、やっぱ揺れるのいいですよね。快適な動きになるのがいいですね。あ、宇宙飛行士もいますね。これはソラフェスでちょっと作ったら可愛いかなと思って。あ、これ可愛い。あ、可愛いですね。ありがとうございます。これ買おうかな。じゃあこちら買いたいと思います。ありがとうございます。お願いします。はい、はい。ちょっとノベルティで色が違うんですけど。じゃん、ノベルティいただきました。かわいい。これもじゃん、つけてみました。揺れてかわいい。こっちも何なんだろうこれ。太陽とか昔の宇宙観のようなね、そういう感じもする。すごく可愛い2つになりました。黒田ありさも YouTube っていう YouTube チャンネルなんですけれども、ちょっとお話伺うことってできます？すごいなんか可愛い格好してるから、ちょっとあの可愛い空がある3人に会ってしまったので、ちょっとお話伺いたいと思います。わー、可愛い。着物自分で着られたの？え、すごい。え、自分で着付けるの？
え、そうなんだ。すごい可愛い。しかもブーツ合わせて。なんか今日買いました？サラフェス来て。あ、そんなのあるんだ。宇宙の香り、フレアデス星団。嘘。本当にすごいな。はいはい。あ、そうなんですね。すごい面白い。あら、かわいい。なんか今日のお洋服にも合いそうですね。うん。このメインのイラストの方の缶バッジ。あら、いいですね。本当なんか可愛いお洋服、自分で作ったの？いやいや、とんでもないです。作家さんの、制作した。可愛い、似合ってる。このアクリルの、アクリルガシの絵を、ワンピースに添加させたもので、お洋服屋さんとのコラボで伺ってます。へー、すごい。サラフェスは初めてですか？初めてです。あ、そうなんだ。3人はもともと友達で、たまたま星好きなのか、星好きが集まったのか、どっちなの？もともと一番好きなのはここで、今日は初対面で。あ、そうなの？で、ここはなんか長年の友達です。へぇー、見たいねっていうのを2人の方面から来そうだなって思ったので、引き合わせてしまおうと思って。素晴らしい。なんか宇宙とか星のどういうとこが好きですか？小さい時から親にプラネタリウムとか科学館とか連れてってもらってて、宇宙ずっと小さい時から好きで、次生まれ変わったら宇宙飛行士になりたい。ああ、そうなんだ。私ね、宇宙飛行士目指してるんだ。あの、募集が発表されたから1年かけて頑張っていこうと思ってるんですけど、宇宙のどういうところが好きですか？星座モチーフが私一番好きなんですけど、やっぱり昔の人がこう星を見て、あの形だっていうふうに決めたっていうところが、今も受け継がれてるところがすごく素敵だなって感じ。決めくるのがあって大好きです。そうね、すごいロマンチックな、かわいい3人。ありがとう。ありがとうございました。宇宙飛行士頑張ってください。あ、頑張ります。ありがとう。名前はなんていうの？あ、黒田ありさって言います。応援して、応援して。ありがとう。YouTube っていうね、YouTube やってるから。拝見します。うん、チャンネル登録もお願いします。ありがとう。頑張ってください。ありがとう。ありがとう。あ、これちょっと面白いかも。すごい可愛い幻想的なものを発見しましたよ。ホログラムみたいな感じで星が浮かんでるんですよ。これ面白いですね。サラフェスもずっと前から来ようと思ってた感じですか？あの存在はずっと知ってたの。あ、じゃあ来たのは今回が初めて。あ、そうなんですか。何かこう買ったものとかあります？今日一番奮発しちゃったの。お、奮発？ガラスの。あ、見た見た。これなんかいろんな色があった中でもどうしてこれにしたんですか？丸い玉の。本命で見えたら見えなかったですけど、そのまま可愛かった。確かに可愛い。なんか今つけてるのも可愛いけど、あ、一緒？あ、よいちで、うん。あー、そうなんですか。あ、本当だ。あら、可愛い。あとこっちにイヤリング。あ、本当だ。おしゃれ。今そこの店舗で、あの1個出てるやつと、はい、ここは今日は出してないけど、通販で買ったやつ。そうだったんですね。宇宙とか星とかどういうところが好きなんですか？とりあえず見てると何も考えなくてもひたすら見れる感じのところです。日常とちょっと違う
なんかこうリラックスできたりとか、だんだん季節が変わるとやっぱ場所変わっていくなと。そっかそっか、そういうことをこう宇宙から感じ取って、あとはそれを逆にお客さんに見せたりとかして、お客さんに見せる、ん、観望会をの観望会、あ、そうなんですか。あ、じゃあ普段は案内している側。あー、そっかそっか。どちらでされてるんですか。コンビルスの屋上で。え、あ、そうなんですね。あそこすごいよく見えるって言いますよね。ここは、まあ、周りの光がすごい下の方になるので、それだけ高さが上がるとやっぱり視界の高さに光があんまり入らないので。あ、そうですか。私もちょっと機会があったら伺おうと思います。はい、今日はありがとうございます。はい、こんにちは。カップルさんでいらっしゃる、はい、あ、そうなんですね。ソラフェスはどうやってお知りになったんですか。彼が誘ってくれたんですけど、はい、なんか空がお好きとか。僕、宇宙兄弟が好きで。ああ、そういうことなんですね。宇宙兄弟が好きになったきっかけとかってどういうものだったんですか。きっかけは、まあ、僕も兄貴がいるんですけど、兄がいて、はい、兄弟、なんか兄弟っていうのと、はい、元々は宇宙、北海道出身で、まあ、星空が綺麗なので、昔から子供の頃から空を見て、宇宙飛行士目指されてる。昔、幼稚園の時はスペースシャトルに乗りたくて、はい、いつも遊んでましたね。へぇー、そうなんですか。私は一応目指してるんですよ。頑張ってすごい、なんか動揺することもなくまっすぐにこう言ってくださる方初めてなので、すごく宇宙飛行士向きだと思います。はい、落ち着いてらっしゃる。どんな彼氏さんですか。そうですね、結構なんか物静かな感じのイメージを持たれがちなんですけど、はいはい、今みたいにおしゃべりもすごく上手なので楽しいですね。付き合ってどれくらいなんですか。2年。あ、はい、そうなんですか。いいですね。今日ソラフェスね、彼氏さんのお誘いできてどうですか。そうですね、まあ、もともと天体とかは好きな方だったので、あとはデザインとかも好きなので、へえ、面白いなと見つつ。あ、はい、そっか、いいですね。楽しんでください。ありがとうございます。本当に宇宙飛行士目指してますか。そうなんです、そういう YouTube をやってるんですよ。そう、黒田有沙も YouTube っていう、まあ、YouTube を検索していただければ、ぜひ見てください。頑張ってください。はい、ありがとうございます。YouTube の場合が1万人になりますように、こちらに入れたいと思います。あ、こちらのガチャガチャをやってみたいと思います。あー、久しぶりのガチャガチャ。何が当たったんだろう。
これは組み立てて何になるのかっていうことをまたちょっとやってみたいと思います。スラフェスの様子いかがでしたでしょうか。こちらビクセンの空ガチャ、こちらを今から組み立てたいと思います。これ対象年齢が15歳以上って書かれてるんですよ。なかなか見ないですね。完成しました。完成したのがこちら、赤道儀と三脚が当たりました。実は6つのうちの5つは天体望遠鏡のプロジェクターになっていて、壁などに天体を投影できるようになっているものなんだそうです。私はそれを支える三脚が当たりました。それでこちら見ていただくとですね、部品を一つなくしていたみたいです。実はソラフェスの会場で袋をカシャンと落としてしまったんですね。でその時に何か2つ部品が飛び出たなと思ったんですけど、1つは回収できたんですけど、もう1つが分からなかったので、あ、2つ落ちたのは気のせいだったかなと思ったんですが、2つ落ちてました。やっぱりこの空ガチャの醍醐味は望遠鏡で天体を見ることだと思うので、また空ガチャに出会えたらここに載せる望遠鏡をゲットしたいと思います。本日の YouTube はこれまで。ちなみにこちらの赤道儀と三脚のセット、普通に買うと36万円なんですって。これの1200倍。この動画が少しでもいいな、ためになったなと思う方はいいねボタンと部員登録、コメントをよろしくお願いします。部活動お疲れ様でした。